今拾ったのがあのクレアの背中に背負っている、クレアストーリーの方でのみ使える、グレネードランチャーという形の弾になります。うんうん、でまた今ちょっとこう拾っていただいたのが、ガンパウダーという形でこの組み合わせることによっていろいろな、銃の弾の種類を皆さんが、望む形で変えることができますので、うん、あのすごくリソースマネージメントをするにはあの面白いゲームシステムです。すぐパッパになるんですよね。そうなんですよ。だどの銃が好きとかねプレイスタイルが人によって違うし、うんうん、やっぱ暗いところは懐中電灯をつけて明るくするという形ですね。そうですね。あの本作のビジュアルのコンセプトの部分としてはこう、ウェット&ダークネスっていう、うん、もうまさにこのダークネスな部分を、はい、懐中電灯でこう見えないところもありつつ恐る恐る進んでもらえたらなと思ってます。うんうん、いやドキドキするな。なんか扉がありますね。ねえ、ね、あなんか惜しい。あ今これ拾ったのが、うん、サブウェポンというカテゴリーになるんですけれども、ナイフであったり手榴弾というものは、うん、メインウェポンの対になる形のサブウェポンで、うんうん、皆さんにお使いいただけます。うん、はい、こちらはあの通常の使用もできますし、すごくこうなんか敵に窮地に追いやられた時の緊急回避のアイテムとしても使えますので、うんうん、まあ、もし神田プロデューサーが、窮地に立たされたらいい感じに見せてくれるんじゃないかなと思ってます。なんか今外れましたね。そうですね、投げることもねグレネードそのままできますし、うん、使い分けですね。いやそうですね、やっぱ皆さん雰囲気がいいとかグラフィックについてリアルで面白いそうだっていう話をされてますね。うん、ありがたいですね。これいつ出てくるんだってずっとヒヤヒヤしますよね。まだ出てこない。あこういうね隙間もそうですね。なんかさっきのね、うん、人影がすごく気になるんで、うん、この先にねいるのかもしれないですけれども。おっといましたね。あれ、あ、ハロー。女の子ですけれども、はい、あの原作にももちろん登場してます重要なキャラクターの一人なんですけれども、うん、クレアのストーリーの中のキーパーソン、はい、シェリー・バーキンちゃんです。え、なになに。かなり動揺してますね。そうですね。でもなんか神田さんの方が危ないっていうね。はい、クレア後ろ後ろ、あもういると思ったです、ね、絶対来ると思った。うわー肩やば。来ましたね。さあ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 やったね。うわー痛い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 。気が抜けないんで、あの死なないように頑張ります。痛い痛い痛い。ぜひここは倒してその先のチラ見せしたいところですけれども、はいはい、そうですね。これはやっぱ弱点は肩なのかな。お、ガンガン撃ちますね。お、ハンドガンで結構対抗してますね。ね、一発。おーおー燃やした。今回ねプレイヤーが、まあ、ハンドガンで銃を撃ったらその銃を撃った跡が残ったり、うんうん、わー早い早い。先ほどだとあの硝煙弾、あの火を使うグレネードランチャーの弾を使ったんで、あのキャラクターが燃えるとか、うんうんうん、燃えた跡が残るとかっていうような形で、リアル、はい、まあ、本当に自分たちのやったアクションが敵を通してリアクションとして感じられるような作りになってます。うんうんうん、いやどこを狙って、あ近い近い近い、おっとっとあれね、これはもうやばい、結構やられてますよ。あ、やばい、あれ神田さん、神田さん大丈夫ですか。大丈夫です。ここで、はい、おお刺した刺した。はい、神田さんがナイフを持ってたので、うんうん、あの大型のダメージを食らう直前に緊急回避ができました。うん、これナイフ持ってないと、そうなんですよ。でこのナイフって刺しっぱなしになるんで、あ、もうなくなっちゃった。あのね、なくなるんじゃなくてね、敵に刺した後、敵が倒れたら後で回収できます。できる、あ、よかった。はい。でも放っとくとそのまま刺されたままずっと残っちゃうんで、あ、なるほど。まだナイフ見つけなきゃいけないみたいな。今レッドハーブがありましたね。ね。ハーブ。うわー、あれ、結構やばい。やばいやばい。ちょっとデンジャーになってますけど大丈夫ですか。結構やばいですよ、はい。ちょっと回復します。ハーブでね。めっちゃ怒ってますからね。そうですね。あ、どこだ、どこだ。どこに行きましたかね。あれ？どっちだ、どっちだ。あ、いた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 。うわー、激おこ。
まあ、あと今回照準のシステムもちょっと変わってますよね。そうなんですよね。でやっぱ肩狙ってるんですか。そうなんですよ。あのどうも目玉をこう打つと痛がりそうなんで ね、 そこら辺がもしかしたら攻略の糸口かもなと。今いいですね、肩ひるんでますね相手は。ただこう狙おうとしてもこう向こうもしっかりこう、ね、動いていくもんで、そうこうしているうちに近づかれて、おーいいぞいいぞ。これはやばいどうするどうするどうする。あもう一個、あシュルーダー持った。もう1個緊急回避アイテムがあったんで。あったあった。これはなくなってしまうんですね。そうですね、あのグレネードは普通に投げることも、はい、手榴弾投げることもできるんですけど、緊急回避としてもまあ使えるので、まあ、取っておいた方がいいのか、どんどんダメージを与えるために使っていったらいいのか。あやばい、またもうね、サブウェーパーが あった今取ったやつ。もうでもね、サブウェポンなくなっちゃってるんで。わーやばいよ、頭掴まれたら終わっちゃう。もうこれ、次捕まったらやばいですよ、神田さん。狭いですからね、ここ ね、 これね、怒るとね、結構スピーディーになるんでね、怖いんですよ、マジで。やっぱ動線確保しとかないと。めっちゃ暴れてますよね。暴れてる。おこれいけましたね。ちょっとこの先見せれちゃうじゃないですか。はい。おさっきのね、サブウェポンの緊急会議の、あなんだ、手榴弾2発が効いてるのかもしれないですね。あ、確かに、結構大きいダメージが入りますからね。綺麗、はい、に自分から落ちていきましたね。ただね、これで死ぬとはもう思えない落ち方しましたね。あとあれですね、ナイフ回収できませんでしたね。あ、そうなんですよ、ナイフも一緒に落ちてた。残念ながら落ちちゃったから、落ちちゃったからね。だからゾンビとかの場合、その場でこうパタッとこう返し、あの倒れてくれるんで、はい、あのその後こうもう一回取ることもできるんですけれども、あれ、あの女の子、どこ行ったんだ、ね、あ、いたいた、よかった。 Are you sure? なんか可愛いお洋服着て。 Yeah, I promise. Everything's fine. Just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom?ママ、あのナイフに関しては、はい、あのいろんなところで入手することができるので、うん、この世界に1本しかないとかっていうものではないっていうところで、じゃあ使って回収できなくてもまた入るってことですね。そうですそうです、あの、うちのディレクターがちゃんとナイフプレイはできるようにはしているからと言っているので。よかった。確かにバイオといえばナイフプレイみたいな感じですね。ナイフ縛りでやる方もいますよね。ぜひチャレンジしていただいてもいいのかなと思ってます。あのオリジナル版の2はナイフ縛りで G 容体とかがすごいきつかったんですよね。あ、そうなんですよね。 あとあれだ、 ラストの方のボスですね、うん、ちょっとお腹を押さえながらついていく感じですね。ダメージが、ダメージとかね、汚れの表現とか、あの攻撃を受けた後の残りもあのプレイヤーキャラクターにもくっつくので、結構こうお話を進んでいくとすごくこうなんか嘘みたいなこう綺麗な状態で、ずっとこうサバイバルするわけではないっていう、で結構黒くなってますよ、で、まあ、本作あのムービーのようなところでストーリーをお伝えすることも多々あるんですけれども、ゲーム自体のプレイを止めずに、ゲームの中でこのような会話をすることで、いろいろなあのバックグラウンドがストーリーとしてもこう感じていただけるような作りになっていますので、あのかなりストーリーのボリュームとしてはしっかり作れてるかなと思ってます。平林さん、早くやりたい、早くやりたい。発売1月25日。なるほど、もうちょっとですね。はい、2019年の、ね、もうちょっとですね。もうちょっとだけ。あの開発チームもね、すごくあのギリギリまで今、追い込みかけてますんで。いや、もうね、力の限りやってもらって。はい、お、階段がありますね。じゃあもう神田さんも時間の限り進めるところまで進んじゃいましょう。はい、今ね、あのご覧いただいてあの会話を聞いていらっしゃった方はね、あのお気づきかと思うんですけれども、シェリーもね、あのクレアに心を開いてはしごを下ろしたり、あ、ちょっとずつこうね、そうですね、可愛らしいですよね、シェリーね。そうですね、あのシェリーの間でのこうちょっとね、あの共感を持てる部分を、ね、ええ、今いろいろ話し合ったりして ね、 そ、 うですね、そこでこう2人の絆が少しずつ深まっていくっていうところも垣間見れたかと思います。結構音がね、いいですね、音がリアルに。 ありがとうございます。結構ね、あのバイオセブンでも培った技術をさらにパワーアップさせて、バイオハザード RE2 の方にも搭載してますので、音かなり、はい、臨場感上がってると思います。めちゃめちゃ臨場感。あ、お約束のこのカードキーがないっていうね、はい
どうしたもんかと、ここで、ね、カードキー拾わないといけないですね、はい、いやないよねカードキーは。そうですよね、いやもう多分無理でしょう ね、 ねちょっと無理ですよね、さすがにね、閉まっちゃってますからね、これはちょっと。 You sure this is the way? This is how my mom took me last time? Sherry? お、また誰か来た。ここでまた新しい生存者が来ましたけれども、生存者、え、あれでもちょっとなんか穏やかじゃないですよ、銃を向けるこの、え、嫌なやつ、ね、まあ、このおじさん、あのブライアン所長というところでラクーン死刑、この部隊の所長なんですよね。なのにもうこのやる気満々じゃん、ね、もう何かこれ理由があるんでしょうかね。もうね、原作を知ってる方はあれ、こんなところで所長と会ったわけがないし、あ、そうなんですね、ここあれシェリーと所長ってすごく絡むんだみたいな感じには、はい、見ていただけるかなと思うんですけど、最悪、あの全然ね原作を知らなくても、うん、あの本当にあの洋画のドラマみたいな形でストーリーは最初から、しっかりと楽しんでいただける形にはなってますので、うんうんうん、やめてやめて、まあ、ここら辺ですね、電撃オンラインでインタビューを掲載しててですね、ちょっと聞いてたりするんで、よければ見てください。宣伝です。わーっと物語を、Don't tell me how to do my job. 最悪です。いや最悪、ね、でも引き込まれますよね、こういう人がいた方が、ね、あ、なんか落とした、なんか落とした、いいぞいいぞ、あれ大切なやつじゃないですか、ね、いいぞいいぞいいぞ、あー、いや行っちゃった、連れ去られちゃいました、連れ去られちゃいましたけれども、もう今日はここまでと、はい、わー気になる、はい、この先どうなるのかなと、